こんにちは。楽読インストラクターの矢野平です。今日はですね、また鬼滅の刃を読んでてですね、いろんなことを気づきましたので、楽読と似てるなぁと思いまして、お話ししたいと思います。鬼滅のですね、テーマ、多分テーマは、思いの継承。人の命は限りがあります。でも、人の思いは永遠ですと。つないでつないでつないでいった先に広がる世界がありますよ。輪廻転生とかも言いますけどね、難しくなってきましたねすいませんね。鬼滅の刃を読み込んでいきました。テーマはそんな感じかなと思いました。いやはや深いなぁというところもありますね。爆発的人気があるのもうなずけるかなと思います。ただ面白いだけじゃなくて、人の内側とか、人が本来あるべき、姿を見せられているのかなというところもありますので、やっぱり楽読に通ずるところがあるのかなと思ってしまいます。まだ全部読んでないんですけども、もう少し、読み進めたらまたいろんなことがわかるんじゃないかなと思っています。呼吸を深くしながら、読んでいきたいと思います。あとですね、鬼滅の刃に出てくる言葉、出てくる言葉ですね、結構楽読に通ずる言葉がやっぱあるんですよ。と思ってしまいますね。まず鬼滅で出てくる言葉、心の声をよく聞くこと、あとは人は心が原動力、心はどこまでも強くなれる。楽読でもですね、同じような言葉があります。それに加えて、リターンとかで私がよく聞く言葉ですけど、矢は的に当たってから放て、もうすでになっている、心は到達している、そんな言葉もあります。現実は後からついてくる、引き寄せとか予祝とか言われるものですね。できないから頑張る、できないとか見てますねもう理想を見てるところが違うんで、できない方を見ちゃってる。きっとできる、今はちょっと遅れてるだけ、できるよみたいな、言葉の力、思いの力、もうそういうのは絶大なので、それでですね、今私、プラス、倫理法人会とか行ってますんで、倫理のところも、同じような言葉が出てくるんですよね。宇宙の法則、いつも明瞭愛はとか、純情素直とか、そんな言葉が出てきます。結局のところ人が求めるものは同じ、何を求めてるかというと幸せ、この言葉が鬼滅であり、楽読であり、倫理すべてに共通する言葉だと私は思います。だから今私は、ここにいるんだなぁと、こんなことしてるんだなぁと、考えます。そこにいたいと思う、それを学びたい、あとは人に伝えたい、人の幸せを願い自らも幸せになりたい、そう思ってるから、こうやってるのかな、こうありたいのかなと、そう思っております。今日は以上です。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。以上です。